道の駅をほうつく紋別は、北海道紋別市にある、北海道道304号紋別港線の道の駅である。科学館、北海道立をほうつく流氷科学センターの施設内にある。なお、道の駅施設を含む紋別港一帯は2014年1月24日に、港オアシスも運別として、港オアシスに登録されている。施設は、指定管理者制度により、 財団法人おほうつく生活文化振興財団が管理・運営を行っている。流氷及び海洋に関する科学的知識の普及を図るとともに、流氷に象徴されるおほうつく県の自然と生活文化に対する理解を深めるための施設として1991年に設置された。映像や展示物を通して流氷についてわかりやすく学習することができるだけで、 なく、玄関体験室やアストロビジョンで体験的な学習ができることも特色の一つである。1995年には施設を道の駅に登録し、本来の科学センター以外の用途でも利用されるようになった。門別市街から自家用車で約10分。北海道立和法塚流氷科学センターに関するカテゴリー。ありがとうございます。